精神時代の北方遊牧民族の領域母養部は、4世紀前半より5世紀中期にかけて、中国の東北方、両東、両西地方より、河北地方にかけての地域で勢力を有した、戦費系の部族である。五湖十六国時代には前縁、前園、五園、西燕、南園を建国した、母養子とも呼ばれる。母養という部族、子族名の起源に関しては、 いくつかの説がある。新女母葉はじめきでは、義のはじめに、幕守る罰というものが処分を引いて、両生に入居し、慶承2年、芝居の高村縁討伐に功があって、立義王を拝命され、棘城の北に建国したとある。また、太平五蘭355書院、術域にて、母葉の縁祖の菅羅は、金銀庵六の白馬に乗って天より降り立ったとの、伝説がある。 母用部の騎兵を描いた母室の壁画その名が、司書に現れる書見は、三国島木三十であり、二世紀半ばに、戦費の断石演獣が、その支配領域を3分した際、その中部の大人の中に、母用氏の名が見える。その風習から考えると、この頃、母用部は、右北平軍から、上谷軍の間の地域で、遊牧生活を送っていたものと推測される。三世紀初頭には、 大篠の下,下流域の地域より、両生地方の棘城付近に移動し、母葉を渡る木が精神によって、先品前雲に封ぜられている。が、その後、北方にいた、右門部に迫られて、両東地方に移動した。母葉の代になって、再び、両生地方の棘城付近に戻り、遊牧生活と同時に、農耕も実施するようになった。この変化には、東方にいた、 農耕民である付与が関与しているものと思われる。同時に、漢民族の亡命者から、権利をなるものを抜擢して政務に当たらせ、官政を吸収し、国家体制を整備しつつあった。またこの時期には、母用が諸兄の母用とよくを追放し、母用とよくは、チベットで、とよくが建国した。母用部の人は、皮膚が白かったので、白トリコや白族とも呼ばれた。 そのため、進むの指示により好まれ、多数の者が母養部の女を買って、秘書としたという。母養の死後、母養が継承し、337年に縁王を自称し、河北地方を領有し、観族支配を開始した。その後、前縁から後縁、西室場目、南縁の四つの国を建てたが、その中心は河北に移動し、またその制度は、 義や真の体制に習っており、感化の度を増していった。幕守る罰、母用部の子祖立義王を拝命する母用木延、幕守る罰の子、左剣王を拝命する、母用渡る木、木延の,の子、千品前武を拝命する母用体、渡る木の弟母用渡る木の次男で、着死、母用の三男、前縁を、建国判例。ありがとうございます。